皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、2000系に新しい仲間が加わったということで、それの紹介動画です。はい、出現しました。今回新たに追加されたのはこちら、2000系の二度アシャです。あ、これ確かスポーンバット自体にはだいぶ前に追加されてたやつだね。バグってるのか何なのか出せなかったけど。はい、そのバグがどうも解消されたのか、もしくは新たに追加したのかはわかりませんが、無事、2000系の二度アシャが一般化されることとなりました。というわけで、2000系二度アシャの紹介。まず前面、顔は2000系1次社、5次社に準じています。画像にも出てるけど、1次社と比べてラインの色が全体的に濃くなってるね。続いて側面。側面のラインの入り方も他の2000系とほぼ同じ。ただし、ロング社の他の2000系とは窓割りが異なってます。基本的には、一席一窓といった感じだね。それでは扉を開け、車内を観察していきましょう。特急運用に入ることを想定してなのか、この車両ではデッキがついてますね。そして、客室先頭付近はこんな感じ。壁の色が違ったり、デッキになってたり、手すりがついてなかったりと色々一般の2000系とは異なってるね。それでは、続いて座席も見ていきましょうか。座席は、2&2 シートを採用し、快適性が高い車内となっています。多分これ、回転式クロスシートなんだろうね。そしてシート付近が驚くほど広い。グリーン車もびっくり。これじゃ広すぎて逆にフットレストに足が届かなそうね。そして、先頭車連結部付近にはラウンジがあります。ゆっくり車窓を眺めることができそうだね。まあ、デッキなのでうるさそうですが。そして2両目、2両目連結部にはこのような座席があります。セミコンパートメント室かな？そして2両目、2両目は使用上座席が1両目とは逆向きになってます。折り返し運転をする際に座席の自動転換、なんてことはできなかったのだろうね。そして2両目客車先頭部はこんな感じ。まあ1両目と変わらないですね。余談ですが、社員専用車の2ドア2000系では1両目先頭部がグリーン車となっており、展望車もあります。あとは4両だったり、特別塗装の車両もいるね。さてそれじゃ最後に、運転台を紹介していきましょうか。まあぶっちゃけ、他の2000系と何ら変わらない運転台です。ただし、方向幕が旧仕様となっています。つまりは、区間急行や快速急行、本郷行きなどが追加されてない状態ってことね。まあぶっちゃけ際はこのくらいで、後の設備は2000系1次車に準じています。パンタなり、運転台なり、制御装置なり。でかいの気づいたけど、この2000系特急用なのにお手洗いがないね。山風と違って、遠距離利用は想定されてないんでしょうね、きっと。基本的には、ライナーとか特急の運用に入ってる感じなのかしら。あ、そうそう言い忘れてたけど、今回も例によってプライベートサーバーで撮影しているよ。さて、幕を設定して、と。よし、それじゃ改装しましょ。あ、ついに運転開始だね。UI も多形式と変わらず、警笛も2000系1次車と全く同じものだね。制御装置は2000系でおなじみ東洋 GTO。関東では京急600型、関西では阪急8000系、京阪急1000系が代表的な使用車両だね。それでは、伊吹駅通過まで3倍速。このチャンネルで倍速って結構珍しいね。まあ、倍速にしちゃうと尺を稼げなきゃふんぎふんぎっくり紹介ができないからね。何か聞こえてはいけないことが聞こえたような。気のせい気のせい奇襲時快速。は？さてさて、なんやかんやで伊吹を通過です。多少もない会話をしていた気がした。さて今回はいつもとは違い、そのまま小田原へは向かいません。まあいつも同じ場所に行ってちゃ芸がないからね。というわけで今回は動画内では初になると思われる、小田支線の方へ入っていきます。ここの分岐を左に寄れると、北小田駅へ到着できるのです。北小田駅は、路線図上ではあたかもこの路線の終点かのように書かれてる駅だね。実際のところ、今入線してる3番線以外からは伊吹方面へ出れないし、終点といっても差し支えなさそうだけどね。ま、施設なのに始発と終点がほぼ同じ場所、というのに違和感があるというのはわからなくもないけど。さて、そういえばこれどこに止めればよいんだろう。停止位置も軌道は見当たらないわね。もういいや、この辺に止めちゃおうか。こんな適当で大丈夫なんかいな。はい、北小田駅到着。この駅から適当に列車を運転しようかしら。悩んだ末、急行金田行きとして運転することに決定。さて発車。で、この車両、もしかして乗降促進ベルトを搭載してない？こっちの運転台には見当たらんね。2両目の運転台はどうなのかしら。で、こっちはちゃんとあるんかい。何これ、欠陥車両？片方にしか機器がないとか片方にしか方向幕指令がなかったオカ G 先生かいな。何そのわかる人が少なそうなネタ。説明しよう。オカ G 先生は、いろいろあって方向幕が片側の先頭車からしか変えられなかったのだ。
て、結局情報出身ゼルダ片側にしかないのはなんでだろう。さあ、意図的ではないだろうし、ただ単に開発者がつけるのを忘れてただけじゃないかな。まあこれ、正式リリースはしてない。あくまでベータ版みたいな扱いっぽいしね。まあいいや、気を取り直して運転していきますか。というわけでドア閉め。それじゃこの辺で、私たちは失礼させていただきます。ここからは、2000系にドア車の運転風景をお楽しみください。それではご視聴、ありがとうございました。Attention, please. The emergency brakes have been applied.